そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、ゆまさんからのご質問です。ありがとうございます。シダ室によく行くのですが、コースよりかなり力んで振ってると思います。自分に合った、クラブを探すには、やや軽めに振った方がいいのでしょうか、とのことです。ほう、ゆみちゃんどう？ゆみちゃんは一緒ぐらい振る？それともコースの方が力んじゃうタイプ。あ、コースの方が力んじゃう、これ飛ばすぞって。もういや、これ面白くて2パターンこうどっちもいますね。まあ、一緒ぐらいで振る、まあ、僕らぐらいのやっぱりこうなんていうかな、こう、まあ、図太い神経を持ち出したらどっちも振らない。どっちも振らないの。どっちも保険。どっちもそんな変わらなく振るんですけど、どっちもいますね。このゆまさんのようにシダ室で頑張って振ってコースで振らない人もいれば、ゆみちゃんのように逆よね、どっちかとコースの方がガンガン振っていく人もいる。これはでもね、本当に難しいんですけど、僕は振れるなら振った方がいいっていうスタンスなんですね。だからこの考えたゆまさんは本当は振れるのにコースで振れないわけでしょ、ってことですね。でも本当のポテンシャルはシダ室だと思うんですよ。だから僕は基本的に、これはもうでも考え方、別にその本当にコースで振らないのにもう振らないって決めてる。だからたまにフィッティングでもおるんですよ。どう考えても落として振ってる人っておるんよね。でコースでも振らないんですかって聞いた時、コースでも絶対振らないって言ったら、じゃあそれでフィッティングしましょうって言います、僕は。でも本当はポテンシャルある。でよくおるのが、振ってないんですか、振りたいですか、振りたくないですかって時に、振りたいって言う、じゃあなんで振らないんですか、曲がるからっていう人が結構おって、このフィッティングでは、フィッティングのしだしでは振りたい、それに見つけてもらいたいけど、コースは曲がるから振れない。それは振れるのに振れないんです。要はクラブに合わしちゃってるから。あ、じゃあ、クラブを合わせて振れるようにすればいいと僕は思ってるタイプなんで、だから僕のフィッティングってのは根本的にその人のポテンシャルを最大限まで持ち上げるのが僕の仕事だと思ってますから、コースよりかなり力んで振って、まあ、だからまあ、このゆまさんのクラブが合ってる合ってないというのはちょっとわからないですけど、もし合ってなくて振れてないんやったら、僕は合わせてコースでも振れるように。だって本当はコースでも曲がらないと振りたいですかって質問するんですよ、曲がらないと振りたいですかって大体とか振りたいって言うんですよ。特に男性の方は振りたいって言うんで、振りたい、だからそれやったらやっぱりポテンシャル、ね、ちょっと振れるんやったらもうちょっと前飛ぶかもしれないし、でもそれがやっぱ曲がるのが怖いから振れないっていうのはギアに対する不信感ですよね。だからまあただまあその今さんがもしコースではもう絶対これ以上振らないっていう制限をかけて、もう自分が分かった上でっていう8割しか振らないっていうんやったら、それはフィッティングだけね、シダ室でバンバン振ったって意味ないですよね。だからその人のコースで、結局は僕はスコアベースでいつも言ってますから、スコアを作るためのフィッティングをしないといけない。だからその人がコースでも絶対にこれ以上振らないとかっていう制限をかける人もおるんですよ。特に年配とか熟練ゴルファーの方はもうこれ以上振ってももう曲がるし飛びもそんな変わらんって分かった上でしてるんやったら、じゃあそれでフィッティングしましょうっていう、けど本当は振りたいっていう人ってやっぱ多いんですよね。で実際フィッティングして合わせてちゃんと合うシャフトになるとヘッドスピード1に普通に上がっていくんですよね。それだけ普段のポテンシャルを、だってたった私2時間のフィッティングなんですけど、その実際打つのは1時間ぐらいなんですね。その1時間でヘッドスピードが1に上がるなんて、その瞬間に上がるはずないんですよ。本来持ってたポテンシャルを落としてただけなんで、それを持ち上げてあげるっていうのが僕の仕事だと思ってますから、すごいいいこと言ってるよね、なんかその人のポテンシャルを持ち上げると、そのなんていうんかな、こうやっぱり今いいこと言ってるね、俺ね、いいこと言ってたけど、それは言わない。そのゆみちゃんがそういう目をして自覚しちゃった。今すごいなんか酔いしれてた感じ。引き出しちゃった。こっちが引き出しちゃった。うまいな。俺の魔術、トーキングすごいな。トークフィッティングやね。うまい。でも本当にまあ戻ろう。やっぱ僕でもやっぱね、普段はトークは8割抑えるタイプやから。8割も抑える。8割に抑える。だからやっぱ普段からこのもうコースでもこのトーンでいっから。普段から振りません。トークは。よく OB するけど、ね、知ってる被害者フリーターするけど、ね、だいぶ当たってるよ。当たってる、当たってる、ボール当たってる、当たってる、ちょっと保険入っとくわ、トーク保険で何の話だから、今さんが本当にコースで振りたいのか振りたくないのかっていうのをちゃんと明確にしてもらって、
本当は振りたいっていうんやったらそのポテンシャルが出せるクラブ、自信がある、ごめんなさい、自信持って振れるクラブを見つけましょう。それが僕は一番だと思います。はい、わかりました、うん、そっか、じゃあどっちも同じようにできた方がいいよね。それは当然ね。それはだからやっぱり練習と本番、まあフィッティングを練習とは言わんけど、やっぱ練習やって本番通りに打てる、同じようなイメージして打てるのが一番いいし、やっぱ練習効率も含めてやっぱり本番をイメージしてやっぱ打ってなかったらやっぱりダメ。うん、僕のトークなんかいつも本番をイメージしてトークしてますから、はい、やめる気やな。もう慣れてきた。そっか、ではゆまさんは、うん、でもフィッティング試打室に行かれてるってことは、うん、フィッティングなんかまあ自分で見てられてるんですよ。新しいのとか興味あるうん、だからぜひね、あの合うもの、本当に合うものを見つけてもらうからね、合うものを見つけていただいて、うん、試打室と同じぐらいコースでももうブンブン振って いけたらいいなと思います。いいですね、目指せブンブン丸、はい、以上、はい、しまさん参考になりましたでしょうか。それではサンデーたけちゃゆみちゃん、また来週。ゆみちゃんじゃブンブン丸だよ、ブンブン丸、ブンブン丸、かわいいな、蜂やな、蜂弓、蜂弓。そっち、アブには刺されたことある。チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。